重量選択について、筋肥大には基本1、3セットを8から12回になる重量でやるのが一般的です。1セット目8回、2セット目7回、3セット目6回だった場合、2セット目3セット目8回できる重量に下げるべきなのでしょうか、それとも同じ重量で3セットまで続けた方がいいのでしょうか。いい質問だねこれはね。結構これ疑問に思ってる人は多いと思うんだけれども、これはね必ずこうしなくちゃいけないっていうことじゃなくて、俺はね今この人の質問の場合は1セット目8回ギリギリできたと、で2セット目7回まで落ちちゃったと、場合によってはここで5回とかね4回とかに落ちる場合も多々あるよね。だから1回目8回できて2セット目7回ってそんな悪くない、普通はもっと落ちるよね2セット目だと。その場合俺はここでいう筋肥大には8、12回になる重量っていうのは1セット目は俺は言ってるんだよね。なので1セット目で8から12回できてるでしょ、これ8回だから。だから2セット目3セットは俺はそのままの重量で俺だったらねやる、その方が強度は高くなる。ただねこの場合8から12回を狙ってやればギリギリ1セット目で8回という場合、レストセット間の休憩をやや多く取ってほしい。逆にこれを急いでやるとどん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 落ちていっちゃうので、やっぱり ATP 筋肉のエネルギーになる ATP を回復させるにはやっぱりコンパウンド種目、ベンチプレスだとかスクワットであるとかデッドリフトだとか、ショルダープレスとかね、そういった種目の場合5分ぐらい取ってもいい、その ATP を回復させるために。なのでこの場合2セット目3セット目も同じ重量でやるということ。